どうもこんにちは、おだちまんです。はい、ということで、ポケモン GO をね、僕はひっそりやっていたん、まあ、ひっそりでもないか、ちょいちょいツイートはしていたんですが、割とやってる方だと思うんですよ、こう動画出してる中ではね。ということで、今後はね、ちょっとポケモン GO もちょこちょこやっていけたらいいなということで、動画にしてみました。外でね、撮れる機材を購入しましたので、まあでも外で一人でベラベラ喋ってるわけですから、ちょっとね、おかしい、頭おかしい人かなと思われちゃう可能性もあるんで、ちょっとボリュームは控えめでね、いきたいと思います。まあ今日はちょっと人通りの少ないところでやっておりますので大丈夫なんですけどね。車も全然通ってないんでノイズとかもないと思うんですけど、まあその名古屋のいわゆる栄とかいうところで撮影する場合はもうね、やばい人になっちゃうんで、でも後付けだとね、実況感なくなっちゃうんでね、頑張ります。みんなの目線から頑張ります。いや、みんなどうやってやってんだろうな、後付け。やっぱり後付けの方もいれば、やっぱ有名な方、有名なね人ならもう喋っちゃっても大丈夫みたいなね、ありますけどね。はい、ということで、本題が遅れました。ゲンガーをソロで倒します。それだけです。倒したことないんだよソロで、頑張ります。で、この前ね、ちょっと前にバンギをたくさん作ったんで、このバンギの神々でいけないかなということで頑張ります。あと、神々って名前は、噛みつくと噛み砕くなんで神々ですね。漢字にはしません。可愛いんで。これ、シャドーボールだね。シャドーボール避けながら、もうひたすら噛み砕くを連発していくって作業なんですけど、シャドーボールがね、意外と頻繁に来るんでね。でも、ゲンガー気合玉の時もありますから、気合玉よりかは全然マシ。気合玉だとね、あれが、避けても、バンギめっちゃ食らっちゃうんで、やっぱ。格闘手だけあって痛い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 。今一つでこれですもんね。このゲームほんとね、敵の火力おかしいからね。いやでもね、レイド3はね、ソロで制覇したいんですよね。今んとこカイリキーは勝ったのかな。カイリキーは勝ててて、ゲンガーは倒したことないんで、今回は挑戦してみております。よくやった。じゃ、神々93に頑張ってもらいます。神々93にしようか。93頑張れ。で、こう敵がシャドークロウしてきたタイミングで、たたりみか分かりませんけど、噛み砕くを入れてやると。何もない時に入れる、何もない時にやると、シャドーボール飛んでくる可能性あるんで、シャドーボールが来ないと分かった時に噛み砕くを入れます。はい。ここで噛み砕く。ちょっと待って、なんか受けたよ。これがあるんだよ、ポケモン GO。突然ダメージ受けたりするんだよ。いわゆる避けバグってやつなんですけど、ほら、突然死んだし、なんかゲンガー回復したし、今の回復はマジで痛い。てか、普通にこれ時間的に無理ですね。はい、リベンジタイムでございます。最近さ、あれがなくてさ、ボックスの空きがなくてさ、こっちでもさ、薬がね、満タンしか置いておけないんだよね、ほとんど。不思議な飴とか貯めすぎってのあるんですけどね。あとパイル、買いまくったパイルがめっちゃあるんで、使わないとなとは思ってるんですけどね。はい、ってことで作戦変更です。今回は風鈴と AC を先発に出します。この2人で、この2人ね、なんて言うんでしょう、いわゆるデオキシスアタックフォルム的な感じで、防御とかは少ないんだけど火力はすごいあるんで、もうこの2人で半分ぐらい削ってもらった後に、ちょっとバンギで安定しながら削っていこうかなということでいきます。で、神エッジって名前は噛みつくとストーンエッジですね。なんか小学生がつけそうな名前ですけど、決して神様ってわけじゃないよ。噛みつくエッジで神エッジね。神ストとかつける方もいるらしいんですけど、神エッジだな僕は。なんかそういうこだわりがあります。一応、バンギはね、全員2500以上にはしたんですけど、98点のバンギが実はいまして、そいつ、技がダイモンズなんでまだ使ってはいないんですが、そいつは3500とかにしてみたいよね。星の砂がなくてさ、どうしようね、このゲームね。星の砂欲しいよ、本当に。イベントやってくれんかな？2倍とか。まあ、やっても1週間あることが珍しいんですけどね、このゲーム。1回4日で終わっちゃうんですけど、それでも欲しいな。星の砂前まで50万とかあったんですけど、今もう10万しかないですからね。
いきます。よろしくお願いします。まずはこのスプーンおじさんに削ってもらって、とりあえずね、こいつらはもうシャドーボール一発でも受けた瞬間に終わるんで、絶対に避けて未来予知を一発当てる。やっぱめっちゃ削るんですよこいつ。なんでもう一発当てたい。もう一発当てたらもう十分。これを避ける。生きてるね、生きてるね。未来予知当てて、未来予知過去現在進行形当てて、 AP も再起念を2発当てたいところ。ただね、ただ念力がね、ちょっとエフェクトが遅いんで、シャドウボールに対応できない場合があるんで、再起念打ってもう一発避ける。よし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 、ここからゴリ押しでいい。シャドウボールが来ないことを祈りながら、もう一発再起念が当たればいいんで、よし、当てろ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 、オッケー。よし、半分まではいかなかったけど、だいぶ削りましたね。こっから神々の出番です。あとはいかにシャドウボールを回避しながらバグが起きないかということをね、願いましょう。やっぱ一人だとね、避けバグ、避けバグっていうのは発生しにくいんですけど、それでもさっき起きましたからね。ここで噛み砕く。相手がシャドウクローしてきたら噛み砕く。シャドウボールどうしたお前、シャドウボールどうしたお前、あれあれ使ってこない、わかったわかった、後から一気に使ってくるんやろ。避けて、ほらもうその顔が考えそうな作戦。あ、でも2発なんだ、意外と控えめです。なんかね、本当にひどいやつはね、その本当にひどいやつはシャドーボールをまるで通常技かのように使ってくるやつとかいるんでね、バブル光線しかしないスイ君とかたまにいますからね。何があった、まあいいや。よし、いけそういけそう、体力的にはいけす、いや微妙かな、これもう避けずに噛み砕いた方がいいかもしれんな。ちょっといい感じだよね。残りタイムも HP も4分の1ぐらいなんで、ちょっと HP なんか押してるかな。神神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 、ゲージ3つ溜めて、もう噛み砕きまくるよ。こっからもぐ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 からの、もぐ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 、さらにもぐ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 、いけそういけそういけそう、痛い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 、頑張れ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 、93 93、よし行きましたね。割と余裕はあったかな。これでも2桁残ったら余裕あるんでね。怪力とか残り7秒とかだったんで。雨6個嬉しいですね、ありがとうございます。はい、問題はここです。ゲンガーとね、ベトベトン捕まえるのすんげえ苦手なんですよ。めちゃくちゃ遠いんですよこいつら。カーブはね、届かないんだよね。手に取ってくださいね、これなかなか距離感があるんでね、意外とほら届かないんだよ、いつもの感じでいくと。まあ、幸い一人でやってるからボールはたくさんあるんですけど、それでもダメか、今でもダメか、これでも届かない。近づけよもっとトレーナー、何やってんねん。あ、これでやっと当たるんだ。グレイトが出ないと厳しいでしょ。ゲンガーはね、まだ捕まえやすい部類ではあるんですよね。これずり使って、輪っかが若干オレンジっぽいんで、そんなに難しいキャラクターではないと思います。当たるは当たるんだけどな。グレート出ないんだったら、なんならもう目の前に投げちゃう、カーブせずに投げてみますかね。その方がまあグレートは出しやすいと思うんで。動きは可愛いんだけどね、なんかふわふわしてそうだよね。意外と当たりません。正面行きましょうか。よいしょ、なんか右にそれてったし、こんだけ距離があるとやっぱね、ストレートというかまっすぐも厳しいね。くー、つらいつらいよ。ずりのみ10個とか開けたらさ、こっち来ないかな。上の方から、あ、上の方から投げるはありか、上の方で回転させて上の方から投げれば
そうかそうか、あ、この作戦で良かったんですね。よし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 、今後はこうしましょう。はい、ゲンガーゲットしました。気合玉か。はい、ってことで、ポケモン GO の動画いかがだったでしょうか。なかなかね、1回目からハードというか、なかなか激しいね動画だったんですけども、まあ、今後またこんな感じでウィンディとかカイリキとかフーディンとかやっていけたらいいなと思っております。以上、ナッチでございました。バイバイ。